ディズニーシーのアトラクション全部解説するまで帰れません。ハウディ、ジェスターセラです。この動画はまだディズニーシーに来たことがない人に向けて、僕がディズニーシーのアトラクションを簡単に解説し、適正な待ち時間はどれぐらいなのか、また5つ星評価で、どれぐらいのおすすめ度合いなのかをご紹介していく動画です。毎日18時に更新していますので、よろしければチャンネル登録、そして、グッドマークよろしくお願いいたします。では本日のアトラクションはこちらになります。どうぞ。はい、本日ご紹介するアトラクションはあちらですね。キャラバンカルーセルでございます。見ての通り、回転木馬のアトラクションですね。キャッスルカルーセルの時も言ったかと思いますが、ディズニーシーを、風営法上遊園地営業させるために必要な必須案件のアトラクションでございます。回転木馬という形になっておりますが、珍しい2階建ての回転木馬になっております。なので普通の回転木馬とはちょっと視点が違った形で体験できるのかなという感じでございます。はい、おすすめの待ち時間ですが10分から15分、それ以上だったら別に並ばなくてもいいかなって思ってます。おすすめの度合い星1つです。まあ別に体験しなくてもいいかなっていう感じのアトラクションです。以上でございます。ではまた明日のアトラクション紹介でお会いいたしましょう。さよなら。